見えなくて大阪県幼稚園でございます。まず本日、富士フェスト奈良の行事の一環として東大寺幼稚園の子どもたちが一杯一杯を決めてきましてありがとうございます。関係者の皆様にご質問をお願いします。また本日
さあ今日愛する仲間をご紹介させていただきます。バイオリニスト木村直子さん、チェリスト木村正夫さん、ピアニスト南北優子さん、歌とご案内は岡田由美子でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。新しい時代、令和が始まりました。万葉集梅の花の歌、令和にちなんだ歌を大仏様にお捧げさせていただきましたこと、心から感謝いたします。今日も世界中から大仏様にご挨拶にいらしていただいて大変嬉しく存じます。日本人が発明するオペラ、蝶々夫人のほらアルファレタリーのあなたを待っていますというのが心にございます。Thank you.
込み、あなたは自由になり、そして幸せになれるという歌です。
いのかな。